大前提がおかしいんですよ。朝の5時台に網野駅行ってね、信号が長すぎて GPS が信号が長すぎてじゃね、このあれですね、トンネルが長いんで、こことかあんとすごいな、これ無料区間らしいですけどね、長すぎて GPS が拾えてないみたいですね。山の中だいぶこれ深いところを走ってるんでしょうね。GPS はどうしてもトンネルは弱いですからね、上から衛星でね拾うんで。めっちゃ長いやんこのトンネル。そして GPS も手上げになりますよね。GPS 信号がずっと拾えないと勝手にナビ機能がオフになっちゃうのかな、これ。ほら拾えるぞ。さあ電波を拾いたまえ。さあ天の橋立てまであと1キロ。大石山トンネル、結局トンネル入っちゃうわ。ごめん。感じだと与謝野天の橋立てで完全に終わりじゃなくて、その先もちょっとだけできてる感じでしたよね、高速道が。だけどもう出ないといけない感じかな。いいね、まだ先行けるね、これ。めっちゃ新しい道ですね。めっちゃ新しい感ありますもんね。で、野田川、佐野町に入ったよ。これもともと与謝野秋子、与謝野鉄幹ってね、有名な知人がいますけど、の、与謝野鉄幹さんのふるさとなのかな、っていうので、が由来で町名になったらしいですね。もともと全然別の名前だったみたいですけどね。京丹後大宮、いいですね。やっぱね、初めてのところ走ってるとね、目も覚めるんですよね。どういう道が来るのかなっていうのがね、分からないんで、常に脳が警戒心を持って走ってくれるんでね。まあここも長いトンネルですね。これで秋穂丹後市入りましたね。そう、言っとったところは秋穂丹後市にあるらしいんで、アミのね、さあついに終点ですよと。からですね、問題は。そう、まだ網野まではね、通じてないんで、ここで下ってって竹野川、かなり急川っぽいな。京丹後市が312って出とったら312の方行ったですよね、確か。
もよし。あ、そうか、無力感やったから ETC もなんもないんだねけども。熊の尾鷲道路みたいですね。でも持ってんのかなと思ったら、あれここ地味に水戸付きだ。バイク殺しですね。ライダーさんは嫌だって言いますもんね。やっぱこの道、この縦溝が入ってると本当に滑りやすくなるんでね。方向ですか。312か。この先狭いって書いてあったけど大丈夫か。またやらかしてないか。Google ナビ。やっぱ Google ナビやらかしてない、ね、大丈夫。今細くなるよって案内、相変わらずまだ福音教書の出てる方に行きましたし、31に向こうって出てたけどな。右方向です。よしよしよし。チーフレクサス号。4km 道なりです。相変わらずちょっとでもショートカットさせようとするね。まあまだまだあれぐらいの道だったら大丈夫ですけどね。4km 道なりってことは相当ずっと道なりですね。いませんからね、皆さんが、うん、今結構リアルにあれですよね。ちょうどヘッドライト同士で照らされて、真ん中にいるものとか人が見えなくなる現象、何でしたっけ。ありますよね。今まさにそれでしたけど、カメラ拾えてたのかな、どうだろう。なんで吉野家だったらモーニング食えますもんね。そう、5時からねモーニングっていうところが多いんですけど、5時だとね遅刻しちゃうっていうね、このね早起きにも程があるあれですからね。ワンチャンマックの朝マックなら5時にドライブスルーで買って、で
なって感じですもんね。そのままちょっとパクついてですけども、ああ新聞配達か。バイクじゃなくてあれなんですね。あれだ、多分最近統合が進んでるんですよね。新聞屋さんもやっぱしもうその細かく拠点を置いとくだけのでは採算が取れなくなっちゃって、で拠点をでかくしてるんで、多分遠方の方から来るやつはあれでしょうね、もう車で配るんでしょうね。バイクでやるとね、遠方まで行くの大変ですからね。そういうことなんでしょうね。